こんにちは、ビーズドール作家の春です。今回はフィギュアスケートのピョンチャンオリンピック銀メダリスト宇野昌磨選手みたいなビーズドールを作っていくところを解説していきたいと思います。もう早速作ってますけれども、まず今回これ頭はですね、宇野昌磨選手ちょっと髪の毛が少し茶色いので黒ではなくて焦げ茶のビーズを使って編んでいます。分け目は右分けなので羽生くんと作り方はほとんど同じですね。で、まあ、銀メダル取った直後にですね、この宇野昌磨選手の作りたかったんですけれども、衣装がね結構複雑だったんですよね。なのでちょっと作りたくてもどうやって作ろうかなって考えてる間にもうシーズンが終わってしまってね、新しいシーズンに入ってしまったりとかして、で、まあ、他にいろいろ作ったりとかしてて忙しくてなかなか作れなくなってしまったん で今回はね割とシンプルな衣装なの でちょっとこの衣装で作ってみようかなと思ってチャレンジしました。でもうこれ顔半分ぐらい出来上がって、今これ8ミリのアクリルビーズと4ミリのアクリルビーズをPPに通して入れております。それでこのまま編んで閉じていきます。はい、ここからは髪の毛ですね。髪の毛は34番のワイヤーを使って、特殊ビーズで作っていきます。あんまりね髪の毛ふさふさにしてもね顔が引きつったようになってしまうので、8本ぐらい作ればなんとなく髪型が決まるので、ここはねあまり作り込みすぎないように心がけてますね。はい、で今マニキュアが突然出てきましたけど、これでちょっと眉毛をね今回つけてみようかなと、キリッとした眉毛を表現してみたんですけども、ちょっとぽってりつけすぎましたね。はい、ではここから衣装になります。で今回のフリーの衣装はですね、深い緑かなに、少し黒の模様が入っていて、そこに、ところどころシルバーのラインストーンが散りばめられているような衣装になっています。このシルバーの、ね、ラインストーンを散りばめるというところがですね、なかなかこの手ぐさみで表現するの難しくて、あんまり規則正しくやっちゃうとつまらないしということで、黒とシルバーをなんとなくこうランダムに配置するように編んでいきました。まあ、なのでちょっと見ようによってはなんて言うんだろう、変な模様、マーブル模様、変な模様ってことないですね、マーブル模様じゃないけどなんかそういう模様になったりしてるなってるように見えるかもしれないんですけど、一応そのラインストーンを散りばめたような衣装を表現したつもりです。でもなかなかうまくいきませんでした。そこはね今後の課題にしたいと思いますね。で胴体だいぶ出来上がってきましたね。はい、下の方に行くほどこの黒とかシルバーの割合が、多くなっていってますね。はい、もうこの辺から今度先に腕を作ってしまいますね。結構ね男子と女子の場合は作り方が違くて、女子はもうだいぶね割と腕は後の方に作るんですけど、男子はもう先に作っちゃいますね。まあ、ちょっといろいろね作る工程でその方が都合が良かったりするので、はい、でこれ腕はですね肩の方とあと、袖口のところですね、その辺に少し模様が入っています。左側になんかもう一人昌磨選手みたいな人形が映ってますけどね、あれね失敗作です。ちょっとね1回目作ったのがねあんまりこううまくいかなかったので、ちょっとあれを参考にしながらね今回作ってたんですね。はい、なので辺はちょっと気にしないでください。でそうこうしているうちにですね、もう片方の腕もね出来上がってきそうですね。腕はねもう割と早く出来上がりますのでね。はい、出来上がりましたね。そしたら、6ミリの、ビーズを入れてティーピンを通して、で中、頭まで貫通させまして丸めます。上ででもうこれ、靴底に入ってます。靴底の詳しい作り方も、羽生くん動画の方にありますので、右上にリンク貼っておきますので参照してください。
で2つできましたね。で今度ブレードですね。ブレードも34番のワイヤーと、これは竹ビーズですね。竹ビーズと特徴ビーズで作ってます。でこれを、靴底の方に接続していって、これも2つ作ります。でここからいよいよ、スケート靴になっていきます。でスケート靴黒なんですけれども、途中からちょっと衣装の色に変えていきますので、最初は黒で編んでいくんですけれども、途中足首のところからこうやってね、濃い青になっていきます。翔真くんの今度の衣装が、ズボンがねこういうちょっと黒に見えるんですけど、なんて言うんでしょうね、紺というか、濃い青みたいな、色なんですよね、よく見ると。はい、なのでこういう色で使ってやってます。もう足編み始めてますね。足はですね、下から上に向かって編んでいきます。こんな感じでね。でもう一本編めたら今度、もう一本ね、一段ちょっと、なんて言うんでしょうね、もう一本の足とですね、接続しながらもう一段を編んでいく感じですね。それで、両方つなげて胴体に接続する部分を編んでいきます。ちょっとね説明がうまくできなくてすいません。でこれ胴体とつなげていきます。ここがねずれたりとかするととんでもない形になってしまいますので、ね、中にこうやって6ミリのアクリルビーズを入れて、お腹がぺったんこになりすぎないようにしていきます。で引き続き編んでいって、で最後この衣装なんですけども、今回ドレープがあるんですね。右肩から左の脇腹にかけてドレープがあるんですけれども、ちょっとねこれを今回どうやってね表現しようかと思ったんですけど、まあお腹の部分のビーズを拾っていって、で肩に向かって三角形になるような形で、右肩に頂点が来るような形で編んでいこうかなと思って、やってみました。でここにもですね、ところどころ黒とシルバーのビーズをランダムに配置しながら作ってるんですけれども、これがねなかなかね難しいんですよね。いい模様が出るように編むにはね結構ねこれ何回もちょっとやっぱりトライしてみた方が良かったかもしれないですね。なかなかね難しい作業でしたね。はい、それで、少し仕上げに隙間を黒とシルバーのビーズで埋めていってます。そしてテグスを切ったら完成です。で、キーホルダーに仕上げてみました。いかがでしょうか。正面はこんな感じです。後ろもこんな感じ。後ろなんとなく雰囲気出てませんか、私だけで宇野昌磨くんといえばクリムキンイーグルということで、シューとこんな感じで作ってみました。すごい格好になってますね。横からもシュー、これ後ろ姿ですね。なんかすごい格好になってますけれども、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。